れうちの庭になんか道庵さんがいるぞ。あれこんにちは。何してんの道庵さん。ちょっとちょっと。あれこんにちは。来て来て。おすごい。今年3台ですか。そう今年新しいのが出てきました。新しい電動キックボード。新しい電動キックボードが出てきました。去年もお世話になりました。そう去年も1台があったんですけれども お客さんの声を聞いて今回は3台にしました。 お客さんの好みに応えるように。なんていう会社ですか。こちらはテベランという会社の名前はテベランで、はい、このモデルの名前はブレード、刀切れるよみたいにブレード、はいはいはい、これはミニブレードミニ、はい、この3つは何が違うか、はいはいはい、こちらは、50cc の 500W の原付き一種のモデルなんですね。そうこちらは原付きブレードミニ、はい、ブレードミニエコ、エコエコです。エコ原付き一種、原付き一種のモデルです。同じ免許で乗れる、ね、そうです。 50cc のバイクと同じです。これはすべて去年と同じように日本の国土交通省の保安基準すべて揃っています。満たしています。ウィンカーライトナンバー、そう右左、さらにちょっといい方法もあります。ぜひこちらどうぞご覧ください。光ってますね。そうこちらは安全装備が高くなっています。ただちょっと飾りではなく、お客様が運転して移動するときは前の運転手の方とか周りの人たちは私をこの電動キックボード運転している私をもっと気軽にすぐ気づけるようにいろんなところ、単なる飾りじゃなくて安全面がむっちゃ向上してるってことですね。そうです。安全のためにこちらは綺麗にかっこよく飾ってつけてあります。夜もかっこよさそうですね。めっちゃかっこいいです。ちゃんとウィンカーつけて、これは右からでも前からでも後ろからでも全部180度で見えます。また特別に倒れても壊れないパーツをつけてあります。また今年何が違うかいろんな違うのところがあります。これは一つ一つ説明します。むっちゃ長くなりそうですけど大丈夫ですか。簡単に言うと、はい、さっきと安全装備、車体の上にも、そこも光るね。こちらも光っています、はい、また、女性の方にもみんなに簡単に折りたためるようにワンタッチになりました。これを折りたたみ機構が改善されてる、折りたたみ機構は改善されているので、1はい、2終わり。なるほど。でそこでロックして、こちらでロックして持ち運べる。ちょっと持ち運んでもらっていいですか。重、はい、さ何キロぐらいなんですか。これは26キロです。26キロ、そこそこありますけど、はい、まあ、でもタイヤ転がしながら運んだりもできる。そうです。全然ほぼ私こうやって運転持っていくなので、なるほどなるほど。これで全然いいですね。5キロ10キロで全然どこにも移動できる。また今年、去年はいろんなところはオプションでしたけれども、はいはいはい、今年はまず鍵がついています、はい、次は電動キックボードの世界でコントローラー、はい、これコントローラーの中で一番呼吸一番しっかりしているコントローラーも、もうアップグレードのオプションではなく基本でついてきます。これはいろんな特徴は青い画面なので、夜でも昼でも、そうです、全然見やすいし反射しないんです。またもう一つは USB 挿すところもない、ないとちゃんと PSE 資格にもちゃんと装備しています。こっちは1種の方は前はモーターが入ってないんですけど、入ってないんです。2種の方はモーターがちゃんと入って、500W のモーターが前と後ろに入っている。なるほど。あとどこが違いますか。あとこちらはまたみんなが喜ぶと思いますけれども、キーカードが NFC のキーカードが入ります。これは鍵と同じように、これ電源消しました。ピッピッ、今パワーつけてたら使えます。なるほど。またこれは安全性で、このキーカードはないと、
こちらは電源消しましたら、うん、もう二度とも電源つけないんです、うん、これ NFC はオプションで来ます、はいはい、またこちらもう一つはモーター2つがあるなので、はい、必要ない、そんなに強いモーターが必要ない時もあります。選べられます。例えばこちらのボタンを押すとシングルモードになりましたら後ろのタイヤだけ動きます。後ろのモーターだけ動きます。よりエコノミーなんですね。そう、エコ。ターボにしましたら、ターボにしましたら普通、二度とも二つとも強く。なるほどね。これ例えば結構急な坂を登るときはターボにして、神戸は坂ばっかりなんでね、そう、めっちゃ役に立てると思います。バッテリーはどうなんですか？あ、こちらはバッテリーは原付一周のバッテリーは 48W の、うん、10A、これは 48W の15A の。何時間ぐらい充電にかかりますか？今現在こちらのバッテリーはだいたい6時間未満で5時間ぐらいで満タンになります。だいたい16円17円で、うん、いや40キロ走れます、はい、じゃあ最後このすごいやつちょっと紹介してくださいよ。そう、こちらは、はい、タラララじゃあこれは GT です。はい、GT グランツーリスモ。グランツーリスモ、こちらは私たち、この3つの中で一番ハイグレード、うん、ハイグレード の電動キックボードをこちらも、うん、入れておきました。これは原付2種、これも、うん、ビレードミニプロと同じ原付2種、500W、500W ドゥアルモーター 48V の 20A のバッテリーで、うん、より大きなバッテリー、より大きなバッテリーでこちらはあります。ブレードミニプロは 15A だったけど、こっちは 20Ah のバッテリー、20Ah のこれです、バッテリーですね。でモーターは 500W が2つ、そう、 500W の2つ、特別のモーターです。こちらもオフロード専用でございますので、タイヤ大きいですね。タイヤは11インチのオフロード専用の特別のタイヤです。このモーターもオフロード専用のモーターでございます。衝撃に強い、またサスペンションも強い。このサスペンションは真ん中多い、周りはスピンのサスペンション、またこちらは挑戦できます。またちょっと車体はブレードミニプロと高いし、だいたい30センチですよ、高さは30センチで。かなりじゃあオフロードでガタガタ行っても引っかからない、引っかからないんです全然。前のサスペンションも後ろのサスペンションもこれでオフロード専用。またこれはステアリングダンパーです。これはより安全安心な、いいバイクについてるやつ、そう、いいバイクについてるやつで、これは前のタイヤは大きい衝撃受け取った時は衝撃を吸収する。またこちらは特別で、ダンピングの硬さもこちらで調整できますと。路面からの衝撃を、うん、なんていうか吸収できますよ、ね、吸収できるし、ハンドルが急に切れちゃわないってことですね。そうです。さらにこちらはフルハイドロリックのディスクブレーキ、うんうん、最後にこれもオプションで来ますけれども、うん、NFC と TFT 画面です。これを押すとタララーン、これが出てきて、情報量多いですね。そう、情報も。またこちらはギア1、2、3、4、5まであります。ビレードミニエコとビレードミニプロは3までですけれども、ね、これは5まで、5段階。また下にもインフォすべてあります。また前のモーター、後ろのモーターはだいたいどのぐらいパワーもらっていますか、今充電もどのぐらいも残っていますか、すべてこちらに書いてあります。すごいですね。ちょっと早速じゃあ乗りに行きたいと思うんですけど、いいですか？あ、ぜひぜひどうぞ。あ、ちょっとじゃあぜひ試乗させてください。神戸の山道ぐいぐいちょっと走ってみたいと思います。タラララーン、2種が楽しみだな。1000ワットどのぐらいのパワーなのか。去年ねここ走ったんですけど、やっぱちょっと上りがね難しかったんですよ。上りはパワーがやっぱないんですよね。
それがちょっと今年は楽しみですね。また GT もあるし、はい、ちょっとじゃあまずこっちから乗ってみましょうか。ニシュの方行ってみたいと思います。いや1000ワット楽しみですじゃあね、これシングルです。あ、むっちゃマイルド。あ、これはマイルドですね。下りですけど、このぐらいのスピード感です、はい、ここむちゃくちゃ下ってます。おお、まあ、慣れないうちはシングルモードの方がマイルドでいいかもしれないですね。だから上りはちょっとスピードが落ちますね。で今度はターボデュアルで行ってみよう。後ろにのけぞるぐらいパワーありますね。おー、ちょっと姿勢を低くして、速いっつってもまあ40キロですけど、もうこのぐらい、あ、全然車体は安定してますね。おお、いいね。いいね。デュアル速い。おー、これは気持ちいいわ。むっちゃ気持ちいい。上り、かなりの上りですけど40キロぐらいキープしてますね。おー、いいねいいね。46キロ。楽しみな GT モデル行ってみます。こちら GT モデルなんですけど、やっぱ車体はね、かなり安定してます。さっきのブレードミニも十分良かったんですけど、もう1ランク上の剛性感っていうか、サスペンションとかもやっぱりちょっと固めなんですけど安心感がありますね。もっともっとパワー上げても大丈夫そうな。ブレーキとかも、まあ、油圧だからっていうのもあると思うんですけど、よくかなりよく効きます。一瞬で止まれますね、こういう感じで。ちょっとパワーがありすぎて後ろの足が突っ張ってるんですけど、後ろの足が疲れてきた。いやー、よく走るしよく止まるし、すごいですねこれね。これは2種だわ。やっぱり1種の免許じゃちょっと危ないと思います。2種でバイクちょっと乗ってる人でないとなかなか危ないかもしれないですね。これ本当に服に明るい色つけましたら本当にめちゃくちゃ見えるようになってるなので、本当だね。お母さん今日ありがとうございました。やっぱり2周登録ができるっていうのはすごいね、魅力的ですね。車の流れに乗っても走れますし、安全性もね、ずいぶん上がってるんじゃないかなと思います。うちの EV マート .gp にも詳しく情報書いてありますし、いろんな全て日本の皆様から
あのこちら素晴らしいものを皆さんに乗ってもらって楽しんでもらいたいように応援お願いしたいのでよろしくお願いします。はい、evmart.jp をじゃあ確認したいと思います。本当に今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、じゃあね、バイバイ皆さん、またね。